サウジアラビアとイランが国交正常化とツイッターの方でもいくつかツイートは、木曜日までアメリカのオースティン国防長官がイスラエルを訪問していたんですよね。その功績を全部ひっくり返すぐらいの、まあ、かなり中国の存在感際立っていますよね。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。昨日の夜ビッグニュースが飛び込んできました。サウジアラビアとイランが国交正常化ということで、対立していたサウジとイラン、中国の仲介によって国交正常化をしたということで、ちょっとね、昨日の夜は本当にびっくりしてツイッターの方でもいくつか、ツイートをアップしてるんですけれども、ちょっと今日はそちらについて解説していきたいと思います。その前に、ちょっと皆さんに、皆さんからリクエストをいただいた素敵なイベントのご案内です。混迷の世界情勢、次世代を生き抜くヒントがそこにある、私石田和康と及川幸久さんのコラボレーションイベントということで、こちら4月の23日日曜日、東京日本橋の方で開催するんですが、これ視聴者の皆さんにもね、多くのリクエストをいただいていたんですよ。動画の方ではちょこちょこ一緒にコラボさせていただいてるんですけれども、ぜひお二人で一緒に講演会をやってくださいということで、まあ、僕の講演と及川さんの講演とで、そして2人のパネルディスカッションと、そして参加者からの Q&A を拾っていくと、でそしてその後に交流会にも突入するという、まあ、交流会も開催して皆さんと一緒に世界の情報をいろいろ共有して、まあ、楽しい夜にしていきたいと思うんですけれども、世界情勢のシャワーを浴びるようなね、そういったもう盛りだくさんのイベントにしていきたいと思いますので、こちら概要欄のリンクの方からぜひ参加申し込みしていただけたらと思います。4月の23日日曜日午後2時スタートで、第2部の方で夜懇親会ございます。ぜひ懇親会の方も合わせてご参加ください。そして東京日本橋ですので、東京駅からも非常に近い距離でありますので、ぜひ地方の方々も新幹線でいらしていただければ、東京駅から徒歩10分程度のところなんで、地方からのお客様もお待ちしております。皆さんの参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。そして本題のイランとサウジアラビアの国交正常化、まあ、いろんなニュースをチェックしたんですけれども、ほぼ大体似たような内容ですね。まずはこちらのニュース記事、アルジャジーラです。イランとサウジアラビア対立から和解へということで、このイランとサウジアラビアの話し合い、これね、中国が仲介したんですよね。中国の北京で、まあ、イランとサウジアラビアを、まあ、中国が、まあ、三者会談という形で開催して、イランとサウジアラビアの国交正常化を図ったと、まあ、三者発表で、まあ、その合意が発表されたわけですよね。まあ、イラン、イスラム革命以降ね、まあ、イランとサウジアラビアというのは、まあ、若干ピリピリした雰囲気はあったんですけれども、2016年にサウジアラビア国内でイスラム教シーア派の指導者が、まあ、処刑されたことをきっかけにして、イランにあるサウジアラビア大使館が襲撃されて、それが国交断絶につながったという、まあ、2016年のそういった事件がきっかけになって、サウジとイランの両国というのはもう完璧に国交断絶をして、もう対立バチバチの状態だったんですけれども、イランはイスラム教シーア派、まあ、中でもまあ厳格な12イマーム派という、まあ、12人のうちの1人が、まあ、イランの指導者、まあ、現在はアリー・ハーメネイという宗教指導者なんですけれども、まあ、イランではそういった12イマーム派が政権を握るという、そういったまあ革命が起きて、でパフレビー朝という王朝が倒されたことで、イスラム教シーア派の革命の波がまあサウジアラビアに押し寄せることをまあ危惧していたわけですよね。で一方、サウジアラビア側はイスラム教スンニ派で、中でもまあこれも厳格なワッハブ派と言われるそういった宗派で、まあ、サウジアラビアもイランもイスラム教の国の中では、まあ、非常に厳格な国の部類に入るわけですよね。で両方ともまあ非常に厳しい宗教警察というのがいて、まあ、イスラム教の風紀委員会みたいなものですよね。国民の生活規範をその宗教警察が監視しているという、その宗教警察も非常に大きな問題になっているんですけれども、まあ、サウジアラビア側ではだんだんその宗教警察の力というのはまあ衰えてきている。2016年以降続いたサウジアラビアのムハマドビン・サルマン皇太子が宗教警察の力を抑えて、できるだけ多様化の方向へ向かっていこうという、まあ、そういった動きになっているので、宗教警察の力というのは弱まっているんですが、まあ、未だイランというのは宗教警察の力がまあある程度のまあ権力を持っていて、でそれが問題となって、まあ、昨年9月の、まあ、ヒジャブ事件ですよね。22歳の女性がヒジャブの付け方を間違っていたということで宗教啓発に捕獲されて、その彼女が、まあ、刑務所の中で、まあ、リンチにあって命を失うという非常にショッキングな事件、まあ、そういったことが、まあ、昨年の9月も起きたんですけれども、まあ、政治的にも宗教的にもこの対立していたイランとサウジアラビアというこの2カ国、この2カ国を中国が仲介をしたということで、中国はいい役割を果たしましたね。イランもサウジアラビアも非常に親日国なんで、これ本来だったら日本がやるべきだろうということをね、まあ、越境 3.0 チャンネルでもずっと言ってたんですけれども、まあ、日本は中東政策に関してほとんど動いていなくて、もういつもまあ G7 寄りというか、アメリカ寄りというかね、
まあ、言われたことを淡々とこなすというそういった国になってしまってるわけですけど、まあ、本来だったら、まあ、イランとサウジアラビアの、まあ、仲介というのは日本がやるべきであったし日本ができると思っていたんですけれどもね、まあ、そこを今回中国が持っていったということで非常に中国は大きな役割を果たしました。でその上で中国というのはこの中東の中でのプレゼンス存在感は非常に増してくるんではないでしょうかね、まあ、中東の多くの国が、まあ、中東に中国の存在がなくてはならないというような、まあ、そういった中国の重要性というものが非常に際立ってくるんではないかなと思います。で中国からしてみればイランもサウジアラビアも、まあ、産油国であり、まあ、エネルギー供給源でありますからそういった国との信頼を勝ち取ったということで中国の、まあ、エネルギー政策も非常に力強く進んでいくんではないでしょうかね。安定的なエネルギー供給の確保というのが、まあ、中国は手に入れたんではないかなと思います。あとは中国がねイスラエルとどういう関係なのか、実は中国はイスラエルとも非常に関係が深くてこれひょっとしたらですよ、まあ、なかなかそう簡単にはありえないかもしれないけど今度次イスラエルとイランの国交正常化なんていうのももしもね中国が果たすなんてことがあったらもうこれはノーベル平和賞100個分のねものすごい功績になるわけですけれども、イスラエルにとって中国というのは、まあ、輸出の第2位で、そして逆にイスラエルの輸入というのは、まあ、中国からの輸入が第1位ということで非常に貿易量も活発で経済関係ものすごいぶっといんですよ。中国とイスラエルそういったつながりもあるので、まあ、イスラエルとも、まあ、中国はうまく対話ができる立ち位置なんですよね。で今回のこの中国のこの三者会談のこのイラン・サウジ国交正常化の発表というのはこれタイミングがねまたこれすごい絶妙で、木曜日までアメリカのオースティン国防長官がイスラエルを訪問していたんですよね。で今後のまあ対イラン政策であるとか、まあ、その他の中東政策に関してイスラエルとアメリカが話し合っていて、で何らかの功績を、まあ、オースティン国防長官はアメリカに持ち帰ってというそういった流れだったんではないかと思うんですけれども、まあ、どんな功績があるにせよねその功績を全部ひっくり返すぐらいの、まあ、そういったインパクトがあるのが中国のイラン・サウジの国交正常化仲介ということで、まあ、かなり中国の存在感際立っていますよね。でその一方でアメリカの存在感というのが、まあ、ますます中東から薄まってくるんではないかなという、まあ、そういったニュースです。でこの越境 3.0 チャンネルでもイランとイスラエルの問題数多く、まあ、動画を配信してきていますけどひょっとしたら、まあ、こちらもねイラン・イスラエルの方も中国がひょっとしたら動くのではないかと、まあ、そういったことが起きたら非常に面白い展開になってくるんですけれども、まあ、中東情勢非常にこの劇的に変わってきました。でその状況の中で、まあ、今後、まあ、何が起こっていくのか、まあ、どんな方向に向かっていくのか、そんなことも含めてね及川さんとのお話の中でいろいろと、まあ、講演でもお話したいと思いますので、ぜひ冒頭でご案内したイベント皆さんご参加ください。交流会の方でもたくさん盛り上がりたいと思います。皆さんの参加をお待ちしております。このチャンネルでは中東アラブに関する情報をたくさんお届けしております。こちら過去の再生リスト中東アラブ情勢の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた待ってます。